それ、まだ持ってはったんやね。え？あ、お弁当のこと？今すぐ使われへんのやったら、さっき預けといたらよかったやん。あの、生徒会長さんってクマさんにすごく懐かれちゃってたね。でもクマさんの気持ちもなんだかわかる。会長さんってすごく美人だし。なあ、聞きたいねんけど、うちって美人なん？そうだと思うよ。おしゃれしたら似合いそう。おしゃれ。私もお仕事衣装一辺倒で、あんまり詳しくないけど。でも、みんな制服をちょっとアレンジしたり、そういうのをやってるみたいだよ。制服になんかしてええの？先生に怒られたりとかせえへん？どうだろう。あまり派手なのは何か言われちゃうかもしれないけど、私もカーディガンとか着てるし大丈夫だよ。そうだな、会長さんならどんな格好が似合うのかな。うち、こんな格好やってんね。ね、制服に何か合わせたりするのって楽しいでしょ？お洋服とか、私もあまり気にしたことがなくて。知恵ならもっと、あなたに合う色とかわかるかも。知恵？誰やのそれ。私の大事な友達。知恵はね、似合うものとか色とか直感で選ぶ天才なの。天城さんの友達、うちも会ってみたい。うん。じゃあ全部終わったら一緒にお買い物だね。会長さんなら似合うお洋服たくさんあると思うよ。約束。うん、わかった。うちと天城さんの約束やね。ペルソナの通信っていうことは。ユキコ先輩、よかった。ごめんなさい、安心したら泣けちゃって。ユキコ先輩は無事なの？私は大丈夫。リセちゃんの方こそ平気？さっきまで変な放送とかしてたけど、
賞金なんだよね。それ私じゃないから。クマの偽物が勝手に人の声使ってたの。ずっと捕まえられて見張られてペルソナを使う隙がなくてさ。ユキコ先輩今どこ？って、あれ？誰かと一緒にいる？でも、その子なんか違うよ。うまく言えないけど、普通じゃないっていうか。じゃあその子が去年でいる被害者で、ニセクマはその子のシャドウってことなの？まだわからないけど、可能性はあると思うの。リセちゃん、ずっと一緒だったみたいだけど、大丈夫？平気平気。今はニセクマがどこか行ってるし、それで誰かに連絡が取れないかと思って。仕方ないと思うけど、マネージャーさんから旅館に連絡があって。え、井上さん、ユキコ先輩に連絡したの？あちゃー、迷惑かけてごめんね。ううん、迷惑なんかじゃないけど、一応伝えた方がいいかと思って。やばいな、なんて言い訳しよう。ってかこれ絶対説明できないじゃん。プチ家でとか言ってごまかすしかないじゃん。100% 怒られる。あーもう。けどそういうのはとにかく今の状況を解決してからか。うん、みんなも来てるから大丈夫。すぐ助けに行くから。うん、さっきから反応感じる。待ってるから早く来てね。あ、でも気をつけて。不思議な感じやね。頭の中で友達と話してはったの？あ、うん、ごめんね。こんなの信じられないかもしれないけど。あんた見とったらわかるわ。嘘ついてる顔とちゃうもん。仲ええんやね。え？あんたの顔、友達のことを完全に信じきってる顔や。あんたの友達言う人もそうなんやろ？そうだね。やっぱりいろいろ乗り越えた仲だから。ふーん、そうなんや。大丈夫だよ。私たちだっているし、あなたならきっと乗り越えられるから。
ゆきちゃん、いらっしゃい。クマのことをお探しクマ。もう分かっとるクマに、ここが最後の戦いの舞台クマよ。もう、なんか変なコブついとるけど、それはこの際見逃しとくま。見られたがりのユキちゃんのことだし、ギャラリーは多い方が燃えるでしょ。クマさんの振りなんてもう無駄よ。もう惑わされない。あなたは誰？一体何が狙いなの？こんな悪趣味な遊び、いつまで続けるつもり？いや、悪趣味とはひどいクマね。これはユキちゃんたちが望んだことクマよ。私たちが望んだ？どういう意味？最初から言っとるクマ。男なら言葉より拳で語りんしゃい。対戦者出てこいクマ。やっぱりあなただよね。話が早いな。始めようか、天城。できれば戦いたくないの。ダメかな。無駄な問答だな。これまでも戦ってきたんだろ、仲間たちと。それはそうだけど。戦いたくないか。天城はいつもただ待っているだけだ。誰かが決めてくれないと何もしない、できない。助けに来てくれるのを待つだけだった去年と結局変わってないな。私が変わってない？そんなことないよ。私は私なりに頑張ってる。詭弁だな。くだらない言い訳はうんざりだ。二人とも何やおかしいで。天城さん、ほんまに戦うん？ごめんね、会長さんは騒ぎを止めたいのに。でも今はこれしかないから。下がってて、生徒会長さん。強いな、天城。え？あ、ごめんなさい。怪我とかないかな。私、結局あなたと戦っちゃって。やはりか。おかしいと思っていた。さっきまでとは別人みたいだ。別人？ナルカミ君こそさっきまでは。ちょっと割り込んでもええ？
二人ともさっきまで変やったで。お互いの声が聞こえへんっちゅうか、まるで話が食い違いよってん。なるほどな、これも偽クマの仕業か。もしかして仲間同士で戦わせるためにわざと？そんな、なんで？友達同士で争わせるなんて、なんでそないなむごいことできるん？妙だな。シャドウの目的は本人にとって変わること。彼女のシャドウという割にはニセクマはまるで彼女に干渉してこないが。うん、そうだよね。さっきも会長さんのことを無視してたし。まだわからないの？ちゃんと最初に言ってあげたのに。どこにいるの？大切なもの、まだ見つからないんでしょう。本当に私が望んでるもの。ユキコ先輩のシャドウ？平和な日常じゃ誰も私を助けてくれないの。本当に前に進めてるのか、ちゃんとできてるのか、不安で不安で仕方ないのに。そうよね、私。でも気づいたの。事件を起こせばみんな心配してくれる。時はきっと誰かが助けてくれる。王子様が助けに来てくれるって。ほら、そのお弁当だってそうよね。みんなのためになんて言って作ったけど、本当は自信なんてないの。渡せたはずなのに渡さなかった。本当は怖くて怖くて渡せなかったのよ。だけど捨てられない。だってそのお弁当はまるで私。一生懸命でもうまくできてるかなんてわからない。かわいそうな、かわいそうな、私自身だもの。違う！来て、この花咲くよ！嘘。嘘よ。かわいそうな私。一度ペルソナを手に入れたからシャドウなんて出るはずないって思った。シャドウを受け入れてペルソナになったからもう二度と私に会わずに済むと思った。残念ね、人は弱さを手放せない。私はいつだってあなたと一緒よ。
決意とか偉そうに言ってっけど、要は丸く収めたってだけだろ。考えんのが面倒で全部から目を閉じてさな、優等生の天城さん。周りがマイペースのしわ寄せ食ってるの考えたことある？それつまり頼りっきりってことじゃん。今日のお弁当とかまさにそれだし、誰も食べたいとか言ってないし。天城はいつもただ待っているだけだ。誰かが決めてくれないと何もしない、できない。助けに来てくれるのを待つだけだった去年と結局変わってないな。私はいつだってあなたのそばにいたの。ただあなたが私を見て見ないふりをしてただけ。そうよね、かわいそうな私。天城、惑わされるな。そうだよ、ユキコ先輩、ちゃんと顔を上げて。迷うな。天城はあの時自分の弱さをちゃんと乗り越えただろう。俺たちはみんな知ってるさ。うん、ユキコ先輩は逃げてなんかいない。今度だってそうだよ。先輩はちゃんと私のこと助けに来てくれた。これで2回目なんだから。鳴神くん、お願い、私にやらせて。鳴神くん、生徒会長さんとリセちゃんをお願い。ああ、分かってる。人は弱さを手放せない。当たり前だと思うよ、あなたの言うこと。だからこれからも何度も戦い続けなきゃいけない。でも一人じゃないからそれができる。天城さん、戦えるん？あなたが私の弱さだって言うなら、私は何度だって立ち向かう。さあ、来なさい。なぜだ、なぜ絶望しない。あと少しなのに。やったな、天城。うん、ありがとう。
先輩、気をつけて。シャドウの様子がおかしいよ。仲間との再三の戦いに苦しめられても、心の均衡を失わないか。やっぱり、誰もあんたのことを理解なんかしてくれない。残念だったね。理解？何の話しよるん？あなた、一体誰なの？私のシャドウだったんじゃ。違うよ先輩。さっきまで感じなかったけど、こいつが共鳴してるのは会長さんの方。妙だとは思っていたんだ。天城はペルソナを使って戦っていた。ペルソナとシャドウは表裏一体、同時に存在するなんてありえない。他人に化けるシャドウなんて今までにないよ。もしかすると先輩たちの会話がお互いに通じてなかったのも。何にせよ普通じゃないってことか。ちょっとさ、変なもの扱いしないでくれる？これはもともと私の力じゃない、そいつの力なんだからさ。いやうちはそんなんとちゃう！何よそんな必死になって。いい加減思い出しなさいな。自分のことまで騙してないでさ。我は影、真なる我。うちと同じ顔？多分あれが本当の姿だと思う。格好、会長さんとよく比べてみて。自分なんて騙してへん。あんたなんか知らん。へえ、まだ目を背けるんだ。だったら私をどう説明するのよ。他人の認識を乱す力、そこの人たちも知ってるはずよね。どうして私にこんな力があるの？そんなの本体のあんたが持ってるからでしょうが。そうか、
お互い正気を失っているように見えたなら、私自身何度も正気を失ったはず。そんなの気づかないわけない。つまり正気をなくしたんじゃなくて、おかしく見えていただけ。相手の言葉や仕草が全く違って見えてたってこと？どういうこと？それが生徒会長さんのペルソナの能力なの？それとも何か別の？察しがいいじゃない。でも外れ。これは生まれつき私に備わっている能力。潜入用に開発された兵器のようなものよ。潜入兵器？全然わかんないよ。一体どういうこと？いや、いやや、思い出したくない。ふーん、思い出したくないんだ。いいよ、ならそのまま死んじまえ。危ない。天城、先輩、先輩しっかりして。なんでそいつをかばうわけ？もうあんたたちの出番は終わりだってば。引いてよ。私が用があるのはそこにいる私だけなんだからさ。シャドウ排除。嘘。適正存在をシャドウと認識。対シャドウ特別制圧兵装古式ラビリス。排除行動を開始します。